東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか川越市は3日私立小学校の学校給食費を未払いのまま卒業した元児童の保護者に対し給食費の納付と遅延損害金などの支払いを求め 川越簡易裁判所に提訴する方針を明らかにした関係する議案を6月議会に提出する市によると保護者は平成22年10月分から元児童が卒業する24年3月分までの給食費計6万5000円を納付していない昨年6月に内容証明付きで最国勧告書を送付した後は電話や訪問しても接触できなくなったという担当課は他の保護者は納付しており 公平性からも提訴する今は全く会えないので、法廷で接触できればと納付を求める考えだ。同氏が給食費の未納で提訴するのは、昨年3月に次2回目この際は、支払い命令が出た後強制執行前に被告側が支払っているという。 食食わわせせななければいいのに。ただで食わせるなよ。惨めなことも人生教育やで甘いかなり悪質と見た払えるのに払わない手合いだなとことん追い詰めてやれ簡易裁判はいいね庶民の味方内容証明って効果ないのね最初からとっとと提訴すればいい頑張れ川越し親の悪事を子供になするのはどうなのよそれにしても底辺の教育をちゃんとしないと 左翼の兵隊になるだけなんだよな。るだだけんよ払えないなら弁当持たせりゃいいのに。朝廷になったら弁当どころじゃない。答弁になる。